いやどうも、仮面ライダーテッチャと、ゆめと、やっと、大丈夫ぞ、今と、虫眼鏡だ。もう平成も今年が最後ということで、なんと、第1回平成クイズ。え嘘だ。嫌なことするでしょ。はい、単調すぎるクイズをさ、出してさ、絶対嫌なことがあります。お前らね、ひねくれてるよ。おじゃあ、携帯電話方式みたいに楽しいだけみたいなやつか。今回罰ゲームあります。当たり前だ、こんな単調なクイズで罰ゲームねえわけねえだろ。ふざけんな。テレビ番組はご褒美があるんです、優勝した人。そうだな。テレビ番組なんで僕たちは罰ゲームがあるんだ。 YouTuber だからだよ。やめてやめよう。かといってね、5人全員が罰を受けるわけじゃないので、うん、つまり負けなきゃいいと。そしてなおかつ5人はちょっとクイズで多いので、そうだ、じゃんけんでまず2人今すぐ勝って抜けてもらいます。すごいな。題して平成最後の大じゃんけんバトルよ。え、何？なんか同時に何かやってます。そんな拾うことでもないぞ、マジ。ほんとに、本当にいいんだな、聞いて。一応聞いとくよ。いや、なんか、じゃんけん負けるからなーって、最近負けるからなーって、俺もうんこしたからなーって言ったら。年水はじゃんけん参加する資格ないって思う。お前残すぞ、マジで。じゃんけん平等なんでね。勝った二人だけ抜けてもらいます。はい、せーの、最初はグー、じゃんけん、ポイ。はい、こうでしょ。よっしゃ。おー。ありがとうございます。負ける。今日も負けるよ。せーの、最初はグー、じゃんけん、ポイ。やったー。お前らだわ。ということで、この残った3人で平成クイズをやって、一番ドベだった人は罰ゲームを受けていただくんですけど、はい、罰ゲーム先に聞きたい、後に聞きたい。先に聞きたい。じゃあ一番ドベだった人は、平成が終わるまで自己紹介の時に「ヘイヘイ、俺の名前は誰誰、せいえい」って言ってもらいます。ダメじゃん。ドベだぜ。おい、平成が終わるまでってマジかよ。7月15なんで3月31日まで。やばいこれ。いやどうも、東海のりょうと、としゅうつお、山田、へいへい、俺の名前はてつやだ、せいへい。平成ジャンプの人と会った時だけに馴染みそうなの。それ目標にして生きていこう。確かに。何このペン、名前書いてあるな。あ、そう、リスナーさんから送られてきたやつとか、それ自分のやつだった。おー、なるほど。じゃあ早速いいっすか。はいはい。じゃあ平成クイズ1問目、平成に開始されたアニメを一つだけお答えください。平成に放送開始されたアニメを一つだけお答えください。え、眠気じゃん。1個目。あ、そうか、そういうことか。あ、なわけねえ。なわけねえだろ。俺はさ、俺自分たちで書くんかと思って。バカなんだ。1個目、ドラゴンボール Z。 2個目、キテレツ大百科。3つ目、ソレイケアンパンマン。4つ目、プロゴルファー猿。うわー、無事わからん。さあ答えください。制限時間1分。自分が生まれた元号のね、アニメぐらいちゃんと把握しといてくださいよ。で、揃いましたか。はい。じゃあ一番早かった今からどうぞ。はい、ドラゴンボール Z。 どうぞ。ドラゴンボール Z。 ドラゴンボール Z。 おお、全員ドラゴンボール Z。 なんと大正解。あー、それはね、分かります。おお、やりますね。俺アニマックス見てたからね、言っとくけど関係あるのかな。アニマックスは再放送だ。再放送だから、あるんだよ、それの。全員言ってんですね。はい。じゃあ次の問題、この4つの中から平成にサービス開始された会社が3つあります。なので平成以外にサービスを開始した会社をお答えください。はい。1個目 NTT ドコモ。はい。2つ目家庭教師のトライ。はい。3つ目ウィルコム。はい。4つ目アニメイト。創業が平成じゃないものをお書きください。いやー、走って。マジでフレンドパークじゃないか。関口さんかよ。よく出たんだ。出るだろ。よく出るだろ。僕分かったよ。でっかい陰謀をしてました。今火の元号から罰ゲームじゃない。できました。はい。じゃあ次は亮からどうぞ。アニメイト。じゃあ年どうぞ。 NTT ドコモ。今どうぞ。アニメイト。なんとこれ正解、アニメイトです。なんだ。意外でしょうよ。ってことで今トシミツは1ポイント負けてますが、うん、こっからはもはや平成の知識なんて関係ないかもしれない。おい、え画面がない。画面がない。じゃあいきますよ。はい。平成ジャンプのウルトラミュージックパワー、 DJ オズマのアゲアゲエブリーナイト、チャゲ&アスカのヤーヤーヤー、米津玄師のルーザー、さあどれでしょう。は
意地悪じゃんか。これはなんかこれかなと。お、なんか理由がちゃんとあってこれかなと。うん、意外とみんな素直に問題受け入れてくれてる。じゃ再生好きすぎてるよ。何がとかがないっていう。一番早かった夢村からいってみますか。はい、僕の答えはチャゲ&アスカ。いやいやいや、じゃあ、としみつはルーザーじゃないですか。りょうは平成だから平成ジャンプでした。それはりょうの考えは平成ジャンプが平成だなと。としみつは再生回数、なんかその一番売れてる曲みたいな感じかと思った。なるほど。俺は普通になんかこれ昭和に出たのかな。そうそう、そっちともやった昭和に出たけど。じゃあ正解発表からいいですか。はい、正解はDJ オズモのアゲアゲになってました。僕もリオと同じ考えだったわ。めちゃめちゃ、いやもう考え方合ってるのよ。歌詞にヘイとセイが入ってるのが DJ オズモのアゲアゲになってました。問題ミスったなこれ。次は絶対誰かに1ポイント入ります。はい、お前平成かよ、どんなボケを言った。おー、そうなんだ。クイズじゃないじゃんもうこれ。やば、大喜利じゃん急に。先に抜けた2人からもポイントあげますか。じゃあ俺とメイさんの芝居がそれぞれ好きな人に1ポイントあげる形式にしましょう。好きな人か、誰にしよう。何なんだろうね、次の言語。平成完全昭和超えてるよね。アップデート感ある。アップデート感ある。iPhone7 からの A とかある。対象怪しいよね。対象怪しい。対象オートメイジ自分逆だもん。怪しかったから質問したかったのね。だから三男物語のやつも省かれたの。誰が分かんだその話。いや次は三男っすかね。リンク貼っときます。おい、出揃いましたか。はい、じゃあなんとなくどしみつから、お前平成かよ、どんなボケを言った。バブルって泡じゃないんですか。お前平成かよお前。じゃあ夢丸どうぞ。お前平成かよ、どんなボケを言った。いや、生まれて初めてしたゲーム FF15 なんだよね。お前平成かよ、平成かなこれ。正しいんじゃないですか、あまりにも。64とかしてる。それはなんかちょっと古すぎちゃう。でも平成ね、まだ言語じゃないからさ。平成ね、俺たちが生まれて最初の声をかけるんで。すいません。りょうどうぞ。お前平成かよ、どんなボケを言った。ビートルズのメンバーの LINE グループの名前ってビートルズかな、ザ・ビートルズかな。お前平成かよ。そんなやついないぞ。みんないいじゃん。結構むずいなこれ。好みになってくるねこれは。もう好みですね。ジャッジ芝生りょう、やった。4ポイント。ジャッジ虫眼鏡としちゃん。ジャッジ哲也としみつ。あった、平成かよ。ツッコみやすいのはまあ都心かなってちょっと思います。ありがとうございます。今3-3-2で夢丸が1ポイント負けてます。あれ悔しいんだ。虫眼鏡がなぜか書いてるので、お前平成かよ、どんなボケを言った。平泉星が平愛瑠に向こう入りした。おお、あーお前平成かよ。虫眼鏡1ポイント、やった。最終問題。ほう、早いですね。やっぱ平成クイズといったらもう結局これなんですよ。平成の次の言語を聞いた国民が唖然、どんな言語。うわか、これも3ポイント我々から入るので、あの大渕首相の平成を出した時にポンって出してみんながてんてんてんってなる。じゃあ今からいきましょう。平成の次の言語を見た国民があぜん、どんな言語でした。平成。あーあぜんとするわそれは。はい、あぜん、怖っ、驚愕じゃんもう。やられたからなんじゃん。だねそれ。じゃあ亮、平成の次の言語を聞いた国民があぜん、どんな言語。だっぷん。それはないわ。これはないないあぜん。しかもミスさんうんこ好きだし。いや知らんわ。しかもってなんだ。でも平成はやっぱあぜんっていうのは失望に近いんですよ。ああ、あぜんじゃないこれですよ。平成の次の言語を聞いた国民があぜん、どんな言語。平成2。ああ、なるほどね。しかも見てこれ、このローマローマ数字決まりましたか。はい、ジャッジ芝生トズミツ。よし、おお、ジャッジ虫眼鏡夢丸で。よし、ジャッジ哲也夢丸で。よし、おということは4-4-3で負けたのは亮。大喜利力やん。これでね、次のね言語が発表された時に絶対この今出た3つよりはまともなもんが来るのでね、皆さん安心して次の言語を迎えましょう。3月31日まで自己紹介変わった亮さんのね交えて6人で自己紹介して終わりましょうか。長いなー。ヤードも戸川ってんだろ。芝居の戸川、初めそ芝居の戸川、初めの戸。ヘイヘイ、俺の名前はリョータです。 Say yeah!